いやめでたい。素晴らしいですね。めでたい。今日はめでたい動画です。皆さん、大阪の吉村知事が万博問題で火だるまになっております。お前あんだけ隠蔽とかやり続けたらそらそうなるてって言うですね。 えー、そういう事態が起きておりましてでこれ何なのかというと、まあ、今井さんとねあの昨日の会でも本間さんがやってくださったんですけど、えー、うちでずっと取り上げているあの問題としてですねこのメタンガスの爆発事故というのが会場内であの会場の工事中であったんですよねでこの会場西側のグリーンワールドコ空クの建設中のトイレでこう起きたわけですよでこの爆発が起きてで最初万博協会はですね この隠蔽してたんですよね、この事実を。だけど、この隠蔽がどん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 現場の人からの垂れ込みとかもあって、ですね、えー、残念ながら、あのー、現在、万博はですねメタンガスがいつか爆発するかもしれない、芸術は爆発だならぬ、地面が爆発するかもしれない万博という、ですね、まあ、そういう状況に今、あるわけなんですよ。で、当然、こんなことになったら、進めていた維新には大打撃ということになりますよね。 で、えー、本日はですね。その吉村さんがあのー、まあ、非常に火だるまになっていてで、維新自体の人気も落ちてきているという状況をですね、えー、本間さんと話をしたいなというふうに思っています。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、あのー、やっぱりね。あのー、松井さん、あじゃあ今井さんとの会でもね。取り上げましたけどもこれですよ。これこれ朝日新聞があのやったね。 あの世論調査で「大阪万博行きたいと思いますか?」っていう、まあ、そういう調査なんですよね。いや何が素晴らしいかってこいつですよこのイラストこれ俺最初これ何ななのかなと思ってんて <laughs> だってこれ脈々のマークがさ左側についてて「<laughs> エキスポ2025」でしょこれ吉村知事ですよ。ね、<laughs> でこれをわざわざ、ね、いやーほらこれ吉村さん うん、ねエキスポ2025って書いてるからでこれこれさでも口元がさ笑ってんだから笑ってんだかそうじゃないのかもちょっとわかりにくいようんいやこの吉村知事のなイラストすごい笑ってるのか笑ってるっちゅうかなんかあのー、やれやれっていう表情ですねどちらかというとこれうん なんかみ並みにしてやりゃよかったね。でしかもその吉村知事の一番右上のところに絶対行かないって書いてあるんですよ。<laughs> いやこれだいぶあのー、少し印象操作入ってんなとこう思いますけど <laughs> まあ今のところですねあのー、大阪万博行くよって言ってる人たちは「はい」が19%で「いいえ」が81%というですねうんこういう状況にございましてで。 何よりもその理由というのが入場券が高いうん7500円ね。でそれは当たり前だろうとあのー、今ですね大変恐ろしいことなんですけどこれ撮ってるのが、あのー、6月の10日の月曜日なんですけどねでこの時事通信で6月10日の朝に。 GDP 年1.8%に情報修正設備投資に底堅さ2期ぶりマイナス相変わらずというふうに書いてるじゃないですかこれあのもうちょっとひどかったんですけど1.8%に、えー、だからマイナス2%ぐらいだったのがマイナス1.8%になりましたよかったですね情報修正ですっていやマイナスはマイナスやんけっていう。でこれね今実質 GDP というのがこう下がってってる状態なんですよ。 あのもう日本あの今年ドイツに抜かれますで来年にはインドに抜かれますだから世界5位の GDP なんですよね。でさらにこの GDP の数値って1.8%減というふうに書いているんですが、あのー、景気の実感と近い最終需要っていうのがあってですねこれに関して第一、えー、生命研究所の長浜さんというですねエコノミクスはこのようなコメントを出してるんです。 むしろ景気の実感と近い最終需要は前,前期非年率マイ、え、ナ、ー、ス2.9%からマイナス3.0%に下方修正されています背景には最終需要には含まれない民間在庫が上方修正されたということがありますから実態は下方修正ですさらに実質 GDP の前年比は0.1%マイナスに転じていますので日本経済は完全にスタグフレーション的な状況と言えるでしょう スタグフレーションというのはですね、えー、物価は上がるけど賃金は上がらない、失業率が増えるという経済学における最悪の状況です。うん、でこういう状況の中でですね、あのーまあ、維新は身を切る改革というふうに言って、ば、えっ、ー、ケけーカけろラっていうふうに。そりゃうまくいくわけないよね。そりゃいくわけないよ。で、さらに、 そのまあそれがこういう状況でね例えば1ドルが、えー、80円いやもう70円ねで最新の iPhone って民主党政権の頃ってね8万円で買えたんですよでも今 iPhone15Pro を一番いいの買おうと思うと30万とかするんですよ20万とかこれなんでそんなに高くなっちゃったかっていうと、まあ、やっぱ円の実力が下がった。 経済の実力が相対的に下がったから高くなっちゃったんですよでこういう状況の時に、まあ、一番の理由は入場券が高いから行きませんでしょそりゃそうですよ経済がさ下がり調子の時にイベント行って何あのこれだったらまだパワースポット巡りでもやってた方が気が晴れんじゃねえのっていうぐらい意味のないことだと私は思うんですけど本場さんどう思いますかいやしかも すぐそばに入場料8000円ではあるが、うん、もう何倍も面白い USJ と、ね、<laughs> そうで、ね、キラーコンテンツがすぐ真横に立ってるわけ、うん、そりゃさ同じジェニコしか財布にないどっち選ぼうかってなったらさ、うん、そりゃ10人中10人が USJ 選ぶんじゃないのやっぱりいや月の石が見たい っていう人は既得な人はななかまあだからあれよねあのなんて言うのえー、行きたいっていう人はおそらく大企業とかに勤めていてただけもらえる人、うん、企業がいっぱい買ってるからね正確に無理やり買わされてるんだけどそう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 、うん、でもうしばらく経ったら多分従業員にまくかうん,、うん。ですクまいたらただだから行、うん、ってやろうかっていう人はいるかもしれない。 いやーでもなんかこれユニバーサル・スタジオ・ジャパンって私一回も行ったことないんですけどえこれが皆さんユニバーサル・スタジオ・ジャパンのねあのやつでイベント・アトラクションとかこうエリアの紹介とかって書いてあるわけですよまあやっぱりあのスーパー・ニンテンドー・ワールドが私は気になりますねスーパー・ニンテンドー・ワールドねこういう風に書いてあるじゃないですかエリアの魅力とかっていう風にこれは勝てないねでえ今から万博のホームページ見せます これですあまた変わったな万博の音楽 <laughs> ちょっとだけちょっとだけきれいにしたんですけどあれだね一番最初にずっと流してた、うん、あの大屋根リングの内側に、うん さまざまなパビリオンがきっしり詰まってる映像も恥ずかしいから出さなくなって。っていうかさ、このロープウェイさ、万博の広告用のロープウェイであって、夢島にはないですよ、こんな広告、ね、あのロープウェイ。これちょっとひどくない <laughs> こんなロープウェイ別にないですよ、皆さん。騙されちゃダメじゃん万博ただの上達ちっから。ね、これ、まるであの、万博に行ったらこのロープウェイ乗れるみたいですけど、乗れないよ、みんな。ねえ。うん。これ、なんだよ、これっていう感じだよね。 いや、だましいや、だましに、だましだね。だって、ゴビの島でメタンガスを一出してるところなのにいや、こんなんねえから、どこの写真、これ。あ、ね、兵庫県ロケ地、神戸ハーブ園ロープウェイってる<ー>神戸ハーブウェイは万博と何も関係ない。 え皆さんこれは万博の写真ではなくてこの神戸ハーブ園というホームページがありますけどもまあ神戸あの綺麗なところですよ。っていうかいや単にあの神戸ハーブ園に向かうロープウェイがあるんですよ。でそのロープウェイに万博の脈々を貼り付けているだけで別に何も関係ない。っていうか神戸ハーブ園にすら。 万博のホームページ負けてる気がする <laughs> こっちの方がいいんじゃないこれこここここれこれ,これ,こ,れ,こ,れ,こ,れこれやこれです全長1 4 6 0ル標高4 0 0トル約10分間の空中散歩うん皆さん騙されてはいけませんよこれは神戸ハーブウェにあるのであって万博会場にはありませんひどいんだこれ多分映える写真がなかったんだよ だってないもん実際な,ないもんなあの中を例えばほらなんか電気自動車が走り回るとかさ、うん、そういうのもないからね、うん、今回ひたすら歩くんだよみんな6円ないからね何にもないよいや USJ か神戸ハーフウェでいいじゃんいやっていうかあのみんなもうあの大阪まで行く前に東京から来る人はあのもっといいとこあるんですよ大阪の手前にうん 京都っていうところがありますからそこ回った方が多分楽しいと思うし勉強にもなると思いますけど多分ねあのだからほらパビリオンさ結局は30いくつしか建たないだろうという最初はさ60カ国分建てるとかって言ってたのがもう半分ぐらいになっちゃうとそしてだこのメタンガス爆発の影響で もしかするとこの海外パビリオンの何が売りかっていうとそれはまあ海外のよいろんな様子を見せるうん、うん、プラスさなんか軽い軽食とか出すじゃん食事イタリア間だったら炒めしがあってさ、うん、あのドイツ間だったらフランクフルト出しますとかさあるなんだがもともと電力不足、うん、電気電力が足りない、うん、だろうってう。 てていであのー、ガスプロパンで飯を作ることになるんじゃないかっていう話があったんだよね、うん、だけどさメタンガス爆発とか起きちゃってなんか吉村がまあなんかあれカキ現金にすりゃいいんじゃねえのみたいなこと言ってるけどカキ、うん、現金にしたらお前飯も作れないじゃねえかっていうえら、うん、いことになるよねそういう場所行ってさ、うん、なんかお昼になって腹空,空いてるんだけど飯 提供してるところは全然ないとかかそういうところにもメタンガス爆発がちょっと影響を与えそうないやあ与えるやろどう考えてもねっ、うん、結局メタンの発生を抑えることはできないわけだなうん、うん、まあか今から名称変えればいいんだ何何なになに 世界初の、うん、体験型アトラクション、バンパク,ー <laughs> バンパクー、バンパクー、バ爆発みたいな。そうそういやでも変えていけますそっか世界世界初かちょっと挑んでみるか。<laughs> まあそうでも一応来場者見込みは2800万人いかないとダメらしいんですけど。これ無理ですよ。爆発の危険性あるとこ行きたくねえよ。 怖すぎるだろだってだって USJ だって年間1,000万人ぐらいしか人集まんね、うん、なんで2800万半年で入るんだよっていうね計算がおかしいなっ <laughs> そう、ね、いやもう一度ちょっと皆さんにねあの USJ のホームページ、えー、こちらですけど。 うんこれこれだけで引っ張られる人は山のようにいるでしょう、ね、まあこれはあのー、しかも USJ の一部のスーパー・ニンテンドー・ワールドだけですから USJ な、はい、別に行く相手もおらんのであのー、ほったらかしにとこれなんで男の子がなんか水泳してるみたいな写真なんか水泳がプールんプールもあるんじゃないの知らないけどねこれ 「ノーリミットサマー」いい夏は顔に出る今しかできない超冒険らしいですあーへーあなるほどこれはプールじゃなくてなんか水鉄砲みたいなので遊んでますね「あ,<ー>あワンピースプレミアサマー a っていうのもありますよ「鬼滅の刃」も出てきますねで何よりも初戦、ね、さドトラクションでしょ、うん 命かかってない。<laughs> いやまあそのアトラクション命かけなくていで。パンパン命かけてああ命をかけ自分の命をかけるんだこれ。真剣勝負ですよ。<laughs> 勝手にやっとけって感じですね <laughs>、まあ。まてかホームページの出来キがさこの神戸ハーフウェンの詐欺を使ってですが実際の神戸ハーフウェンのホームページの方が綺麗。 ね、いやー、電通が適当にちょろまかしてやってんだよだからさ。いや、これ、中抜きの象徴やなぁいやこれだって、まあ、多分さあのそこのメイン、メイン描写はどんどん変えていくとは思うけど、うん、いやー、なんかね、こうやって見ててもさ、しょぼ何があるのかっていうのが一目でわからないからね。ホームページしょぼいな。 これイメージだもんな。ど真ん中は何これぼかしが入ってた真ん中。何なんで、ね、四角い四角いこの真ん中のさ四角い四角は。真ん中よくわかんないっす。分かんないね。うん、まあなんであの関東からいらっしゃるんだったら、えー、せっかくだったら京都にはいろいろいいところがあってですね。こう伏見稲荷神社。<laughs> おこの写真どうなってる。<laughs> 伏見稲荷神社。これあの赤い鳥居がぐわー並んでるところ。 ただめちゃくちゃ混んでると思うんですけど、まあ他にはあのほら。うはすごい混んでた。俺、えっと、何年前もう4年うん。4年ぐらい前かな。あ、行ったのね。行ってさ、うん、行ったらもうさ、もうこの稲荷物、こう並んでるところにもう人街がガーって行ってさ、<laughs> お前そのまま床屋に行っちゃえみたいなで。床屋 <laughs> ん若干いろいろ混ざってるんでちょっと違うんですけど、まあいいや。まあ、他にもほら。うん どうですかメタンガスが爆発するところよりも清水寺の四季を見るとかねこれ春の写真夏の写真いやいいじゃないの混んでるけどこう,う写真ね作れないう <laughs> そう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 全部春の写真か綺麗やねあの桜ないからえー、えー、でもなんかほら、えっ、ー、とそう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 そ神社だけども。 あののほら静けけさの森とかかっっちああるんじゃなかったっけあそこはね、何にも生えてないから静かなのよ。えっと、でもほら、これ、清水寺の,あの夏の写真ですけど、こういう感じじゃないの静かな。これ。多分ね、あのー、なんていうのえっと、背が、この、大人のお腹ぐらいまでの,、うん、あの、ちょぼい木がパラパラパラってなってる。そんな感じ。静けさの森って言われたら、やっぱこれぐらいイメージしないみんなそ、ね。そうだよね。絶対 <laughs> 違うやで、ね。 静けさの林ぐらいかな<林>うんこういうのは絶対無理 100%, <laughs> 100無理 <laughs> まあ、そりゃあのちょっと歴史が違うからねちょっと比べるのもあるけどるよ、ね、なのに静けさの森って名付けてるのがもう命取りだ、ね、いや静けさの森って言うんやったらなあちょっと森にはならないよ絶対うん,うん難しいよね だからさ、写真の作りようがないわけよ。パビリオン立ってないから。うん、写真も作れないわけだよね、今ね。そうね。やっぱりいろいろ問題がある、本当に。うんうん、で、そのパビリオンもどん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 なくなってい、うんうん。まあ、ほら、うん、隙間が山のように開き始めているっていうさ。うん、へあんまり隙間開けとくとメタンがそこから吹き出すから <laughs> 俺はさすがにあの隙間があったほうがまだ安全ですよ薄まって出てくるからまあねちょっとさまあイラストを作るのもねに人にも同情はしますよ、うん、だって何も描くもないんん、うん、<laughs> どうしようもないよね写真なんとかうまくなんとか凝らしてやれっつったって何も立ってないからさ できないわけいやー静けさの森ならこれぐらいやってほしかった静かな感じするじゃないですか荘厳なちょっとだってそもそも冬やんねえしまあそうね、ん、夏の間しかやってないから、うん、でも夏の写真も見せて静かな感じあったよちょっと無理無理か、うん、となるとやっぱり何で行くのっていうことになるじゃんとでいやあのなんか珍しいもんがあるかってじゃあ u s g でいいじゃんっていううん あ,あでもほらやっぱやっぱこれね売売りも売りも方の問題です危険体験型 USJ はね初戦ね、うん、安全が保障された生ぬるに生ぬるいやいや生ぬるくていいですよ <laughs> やっぱりこのほらヒリヒリくるような緊張感もしか下手したら自分の手足が吹っ飛ぶかもしれないってい緊張感の中でやっぱりこう一生に一回ぐらい遊んでみた と思うでしょうウクライナに義勇兵で行った方がいいんじゃないですかねじゃ遊びじゃないけどあれはあ,よ、ね、あっちは遊びではございませんね<も>ちょっと比較したことをお詫び申し上げますだから <laughs> US のよう生の上にンるはもういいっていうかあのー、なんでこんなに言うかっていうと、うん、税金使われてんのよこれに <laughs> これがバカバカしいのよ これがちょっと許せんなねえ税金を山のように投入して失敗が約束されたイベントのために数千億円を突っ込みますっていう話だからね。うん、それでそれはさしかもささっきの朝日新聞の調査でまあ朝日の調査の中では8割の人が行きませんけどっていう。 8割ものをまあ国民のうちの8割もの人間が行かないって言っているそういうものに国税を3000億とか4000億とかまあ付近を含めたら1兆円を注ぎ込もうとしているっていうさすげえいうのがが凄まじいもんがあるよねやこれ数字が逆転しててね、うん、行くっていう人が8割いるっていうんださああ、うん、期待は高いんだなと。うん なるほどとそれならばどうせなら成功してほしいなとかいう気持ちになるけど、うん、この数字見たらもうなんかもう中止した方がいいよで <laughs>、ね、あのオリンピック問な。でそれで何て言ったらいいんですかね、えー、東京地検特捜部動いて最終的に電通がね動きましたけどもオリンピックに関しては半々だったよこれ。 あるいは期待する人多かったよ。はいがね。これ50から60ぐらい。いつも言ってたんですよ。で、あのパンデミックの最中にやっていてもそれだけだったんですよ。で、今回はいや、まあ。まパンデミック実は別に終わってないんですけども。あの以上終わったということになっているにもかかわらず、えなんで行くの？別に行かないけど、みたいなのが多い。 そうだよねまあでも現実的に考えたらさ7500円かけるまあ4人家族だったらかけるん。東京から行くんだったらプラス新幹線代、うん、そして宿泊、うん、ってやったらさなんかペペペってう計算したらなんか10万ぐらいいきそうだもん、ね、いや10万どころじゃないですよだって4人でしょ4人家族でしょ子供が半額だとしてもですよ往復でえっ、ー、と33 えー、で、えー、3でまず9万円交通費かかるでしょで大阪からなんだかんだら交通費だけで10万円です4人家族だったらでプラスチケット代で3万円でしょ13万でそこで宿泊費まあ,あの西成とかのね宿に泊まれば安いですよ 一円とかある,ん <laughs> あるからねあドヤ街ですからでもそんなとこに泊まらないでしょでそうすると,、えー、と大阪駅の近くにあるグランビアホテルとかリッツカールトンとかヒルトンとか <laughs> そういうとこ泊まったらもう万の旅行ですよこれしかもさその時期多分またね値段上げるからね、うん、それでさ、うん、いてさ いやパビリオンは完成してませんわんかあのただ広い空間が広がってるところなんですけどって、うん、しかも下手したら飯も炊けないんですけどみたいな、うんうん、まあ行かないでしょっていう、うん、無理だだから起死回生はもうあれしかないんだよ <laughs> <け>体験型アトラクションの世界初の <laughs> これこれ一点突破しかない あなたは危険を感じたことがあるか？コピーでさ、<laughs> ない、ないよな、無理、感じたくない、うん、ああでも世の中にはさ、そういうのを感じたいっていう人もいるじゃん？いやまあそりゃ10万人一人一人ぐらいいるかもしれないよ。日本人だって何十人か傭兵で戦ってますから、まあ危険が好きな人はいるかもしれない。 じゃないかそういう人だけ集めてやればさうんで一日一回どっかで爆発するわけよあすいません電話が、うん、もしもし<え>いやあの維新の過激派があの番組を妨害するために乗り込んできたのかと思ったらただの配達でした <laughs> まあというわけでもうこんなバカバカしいことはやめましょうもう全く意味がないしかつ事故が起きる ちょっとひどい事故,は事故は起きるでしょう、うん、これは、まあ色。事故ってですね爆発事故に限らずね、うんうん、やっぱりあのー、本当、熱中症の危険性もあるし、うん、でもし、会期中に地震とか、うん、台風とか、雷とか、火事、おやじっていろいろあるけど、おやじは関係ないけど。と <laughs> いうのは、<laughs> 起きた時の緊急避難 体制とか全くないからさ。うん、うん。いや台風の時とかも、ま、まじやべんじゃねえかと思うよ。そうね。地震と台風どっちがか、くる確率高いっつったら。それは台風。それは台風とか強いよ。どう考えても。だよね。うん、台風がね、来ると、今どうなってるかっていうと。うん、もうぬかるんで歩けないぐらいぬかるみになる。ええー。すごいんだって。うん。 でそこで作業してるからさらに遅れていくわけうん、うん、で、だ、そのパビリオンが、数が最初の計画から減っていくっていうことは空き地ができるじゃない。うん、その空き地もさ、雨が降ったらびちょびちょになるぜっていう話よね。そうはそうよ。だからそういうのもあるから、もうほんと、もう場所は悪い。下手したら飯もうまいものは食えないかもしれない。うん そして何よりもそういう台風とかのあれがあのものすごいものが襲ってきた時にまあほら関空が水浸しになってあのー、人があそこにあのー、閉じ込められたままになったことがあったじゃないなんですかそういうことも十分考えられるわけですまあでも維新はね素晴らしい身を切る改革によってあーのー道路の整備費用とかもケちってますから。うん これはあの2018年のあの大阪に来た台風ね大阪って大都市のイメージありますよねそこそこ東京以外の人からするとだからそんな台風でダメージをそんなに追うのかというふうに思うかもしれないのでせっかくので2018年に来た台風の映像をこれ大阪ですよこれ電池これあの大阪に台風が来て電柱なぎ倒してたんですよあそうだね すごいね、で2018年の台風21号たった1個でなぎ倒された電柱の数は関西電力の報告によると本うおすごいな、まあ、それぐらい威力あったんだねそうですそうですそうですまあこれぐらいの着物が来るかどうかは分かりませんがでもね地震と台風雷親父だったらまあ一番あのね可能性高そうなのは親父が勝手にブチ切れるっていうのは。 <laughs> ありそうですけど、まあ、それ置いといて、雷はまあまあ関係なさそうですね。もう、なんか、大阪、夢洲に雷が集中とかしてたら、もうそれで、もう、それはも,もう、なんか、アマりラス大御神はお怒りじゃみたいな、そういう世界ですよ。それはそれ面白いけどね。面白くないもう天罰ですよ、それはもう。罰が当たったとしか思えない。<laughs> とすると、あとはやっぱり、台風か地震で、 台風の方が、これはまあ、大体関西、ね、10個か20個は通っていくんだからさ、毎回。で、まあ、これ関東とか東北にいる人とかだと、ちょっといまいち実感湧かないかもしれないけど、大体九州から上陸して、中国地方を抜けて近畿地方に行くじゃないですか。だか結構勢力強いんですよ。なので、それで確か橋が二本でしょ 本かうん、逃げられないかもしれない。本本本といいいうかかかあ逃げられれななもしそで避難計画はない。ないのよね。これがすごいよね。今,今、策定中。で、いつ、ま、何ヶ月も前から策定中。策定中。策定中です。<う>危険すぎる。メトロがあるから大丈夫だって言うけど、そのメトロにも、メトロに人がね、あのもうみんながそこに集中したらどうなるのとかさ。 あとメトロだってずるったらに冠水し,しないと言えないわけです。うんうん、まあともかくあんなねもう全くこう確実されていて行く道が一本しかありませんなんていうところでやるのがそもそもの間違いだ、うん、うん。そりゃ避難計画だって建てようにも建てられないよね。うんうん、道が一本しかないんだからさ。うん、まだあれだよな。 原発の避難な避難計画の方がまだ信じあのー、現実味があるっていうかさあれだってないけどいやだなぁ大変ですよそこはだからまあ俺ももちろんね、うん、いやあれ俺とか今井さんだとさあれだよねあのー、取材や取材先として行きたい気持ちはあるんだけどでもやっぱりちょっとさおっかないよねっていうね いやちょ,ちょ取材先だからこそであの税金使われているイベントで批判する対象だからこそ興味を持って配信してるのであって行きたいかって言われたらえ避難計画はありませんよ台風来たらどうすんのいやわかんねえ地震はいやもっとわかんねえあ,あとメタンガスで爆発かもしれない気をつけて,って行きたいいわけないだろっていう行きたくないよねあんまり、ね。 いやそれでもなんかこの大阪万博のホームページね本当にこのポンデリングみたいなのかぶってるなんかようわからんスタッフがいっぱい写ったと思えば一番映えそうな写真は神戸ハーブ園で全く関係がないこういう作りねで、えー、これがあの私がさっきからツッコミを入れてる静けさの森絶対こうならないはず、えー、ただですね静けさの森の概要についてって書いてるんですよ、うん、広さ2.3ヘクタール えー、樹木本数千五百本と書いてあります、うん、森なのかこれは林だって <laughs> 森じゃないよねちなみにあのー、の森と呼ぶ人たちってのはどういう人たちなんですかって感じなんだけどさ、まあ、ちなみにあのー、日本が誇るですね 下鴨神社、鴨の町名、北条紀とか有名ですけども、えー、こちらの下鴨神社にあるのは、この忠須の森なんですよ。で、えー、こっちは同じように町の中にあるんですよ。でも広さはじゃあどれぐらいなのかっていうと、忠須の森の広さ2.3ヘクタールってことはないと思うんだけど、忠須の森。ヘクタールで言うと、忠、え、須、ー、の森のヘクタールで言うと、 12ヘクタール。でかい。これぐらいが最低ラインですよ。それでも京都にお住まいの人だったらわかると思うけど、島鴨神社の唐つの森って本当に街中にある森なんですよ。でも静かな感じよ。夜行ったら怖いみたいな感じのとこだけど。2.3、うん、ヘクタールではまあ林、林うん。っていうかまあ、静けさの雑木林まあ、あのー、ね。元は 何もないただのゴミ捨て場だからそこに林というか森を作ろうとしてこの京都近辺の木を引っこ抜いてそこに植えてるわけ簡単に言っちゃうと無駄なこまあその引っこ抜くやつはあらかじめ万博で使うっていうことを目的にして育てられてた木なんだけどでもどっちにしろさ 1年とか2年で森になるわけないでしょっていうね。うん、あの、最初から森を形成しようとしたら、それこそ樹齢何百年っていう木をどっからがぶっこむて最悪ここで何が命輝くで。大変なことになるよね。ああだからそれはできない。うん、そうすると、まあ、中ぐらいの木で、えー、まあ、とにかく伸びるのは早そうなやつを、も、ま、う、あ、とにかく。 埋めて一生懸命育てるしかないそして万博が終わったら全部ぶっこ抜いて捨てるもう最悪だよまあそれごめん決まってないんだけどね、うん、あのぶっこ抜いて捨てるのかって追求されたんで、うん、えっとあっちこっちに植樹しますとかって今言ってるけど、うん、それだって当かどうかは分かるはい<ぁ>。まあ本当 あのー、めちゃめちゃいい加減だからさ。なんか万博で現代版鴨長明の北条旗みたいなの書かれないから心配やな。あれってあの災害文学なんですよ。鴨長明の北条旗って。 あのー、あれえっ、ー、と「行く川の流れは絶えずしてし,しかも元の水にあらずよどみ浮かぶ」た方はかつ消えて結びて一つとして同じものなくし」みたいな,かなかそんな感じのやつあれあの当時すごいあの災害とか地震とかいろんなものが流行っててそれをあのすごく憂いて書いているものなんですけど大阪万博版。 いやいやいやまぱ、あ、そうなればまあ鴨の帳簿みたいな文才を高校でかける人が果たして現代日本にいるのかどうか私は知りませんけど今だともうディスタームービーですねあハリウッドが映画化するみたいな感じであっ日本沈没みたいな感じで、まあ、小松左京ももう生きてないけど夢島沈没夢島沈没しょぼいだ 日本全部沈没するからありますけれるけど夢島だけ沈没しちゃおあもともとゴミのめたし <laughs> というわけで皆さん行ってはいけませんよこういうところは私はあんまでお勧めできないな、まあ。というわけでね大阪近辺に住んでいてチケットもただでもらえて、うん、ね USJ ももう,もう何十回も行って飽きたと、うんうん。他になんかなんか面白そうなアトラクションあっ 体験あの危険体験型アトラクション面白そうじゃねいかっていう人は行くといいと思うあの関西の知り合いねおそれこそそういう人いたんですよ USJ もう行き過ぎたと飽きたとねっで、えー、と30歳ぐらいの人ですけど聞いたんですよ「でも万博とかどう思ってるの?うん」ってっ行くわけないでしょあんなのなんで税金使うのよ!」って切れてました <laughs>、はい、まあでもね万博協会の皆さん ちょっと舐めたら飽きませんよ本間流を東京五輪の疑惑追及して実際特ダネ出して東京地検動いたからねこれが本間流の恐ろしさですよ <laughs> 皆さん万博協会の皆さんちょっと同じように、まあ、しかも2020年の段階から本間さんと私たち 次は万博でみたよなことやんなよとこう言ってますから必ずねえらいことになるっていうのはずっとその時から言っててはい全くその通りになりつつあるで東京五輪も絶対倒しちゃ出るぞみたいなこと言ってて乗ったでしょ いやいやいや、でもね、そんなね、特ダネをね、出すね、本間さんの生活の実態はどうなのかというと、まあ、前回も伝えましたけど、みんなで救援いただき男子企画、えー、4畳半からの脱出、日本の出版の現実、特ダネ出しても貧乏ということで、えー、本間さんはですねあの、妹さんとお母さんのマンションに、えー、転がり込んで居候して一番狭い部屋の4畳半。で,んで,すよでももうそろそろ、ジャニーズでも頑張った、オリンピックでも頑張った、万博でも頑張っている、もう居候4畳半は。 脱出させるじゃないかとで、えー、たまたま本間さんが住んでいたマンション築47年のね2階のうちエレベーターなし5階が空きまして「680万」「うん本間さんこれ欲しい?」って「いいね!」ってなったんで「<laughs> えー、じゃあ竜君が欲しいって言うなら私買っちゃう」みたいな感じなです私がいただかれちゃいまして。 で、えー、現在ですね、非常にまあ、ボロいマンション、あ、失礼、えっ、ー、と、趣のあるマンションで、<laughs> あの、えー、こういうまあ、あの、ちょっと、ビアビな和室とかもですね、こう、ご用意されているんですけども、<laughs> ちょっと残念ながらですね、あの、汚い、いや、間違った、あの、経年劣化が激しい、いや、味わい深すぎる。<laughs> ちょっと、うまく、ちょっと、あで同じマンションに、ね、できる、ね、日本語、ね、ちょっとあの、あの、まあ、一応、国語力高い方だと思うので、 同じマンションに住んでる人いたらちょっと申し訳ないなと思ってね <laughs> えっとなのでいるいる、うん、このマンションであのー、住んでるこのマンションって結構こう大規模マンション大規模マンションだからねここに住んでらっしゃって僕に挨拶してくれた人とか23人いるマジでいやもう素敵なマンションです素敵なマンションだから。す <laughs> ただちょっと本間さんの,あの買ったマンション、私、中見ずに買ったんで、それは問題だと思うんですけど、天井がたわんでる事件が発生しまして、これがあの今週6月13日木曜日に、ちょっとチェックを。で、危険体験型配信室で嫌じゃないですか。なんかたわんでて、いつか何か落ちてくるかもしれないけど、その場で本間さんが配信してるっていう、それちょっとなんか私もマンションを買う側としてもですね、ちょっと嫌なので。 これでちょっと現状回復工事とか含めて、まあ、お金を出すんですけど、まあ、ただあの、どうせだったらみんなで龍くんにいただかれちゃおうみんなで龍くんのマンションもきれいにしようあの相当電気入ってますので、100万ぐらいはかかると思うんですよ。なんだかんだね。まあ、80万で壁と床と、まあ、いろんなところ。で、えー、多分、天井がもしこれ、 雨漏りとかだったらもっととえらいことになるんですけど多分ねあもシミしみがないから大丈夫だと思います、うん、そうすると2 3 0万でしょまあお金集まらなくても私が全部出すんですけどもどうせだったらねあのみんなできれいにしよってでさらにあの例えば現状回復工事とかきれいにするお金以上にお金が集まったら本間さんの机椅子ちょっときちんとしたのになるかもしれません私的にはのこの今のこの椅子はほら あのだんだん下がってきちゃう椅子だからこれとかかどうですか本間さんいいいねそれれ何や3万円ぐらいこれはですねえー、っと私も一1日8時間くらい配信することがあるので「椅子はいいものを買おう」ということでこれは「アーロンチェア」というやつでございまして、うん、まあちょっとオプション込みにするとですね25万ぐらいアーロンマスクが作ってるのそれはイーロン・マスクの間違いや。 <laughs> そして作ってねえし、まあ、とかなんかこういろいろ備品も豪華になっていくで当然あのご報告しますから皆さんにこのビフォーアフター動画玄関の絵本掛けは壊れてるまんまなのかとか含めてちゃんと報告しますので是非ねよろしくお願いしますカンパのやり方 YouTube 説明欄に書いてありますのでもうていうか日本のね現状がおかしいんですなぜここまで特段値を出してるのにうん まあねでもいいよ。おまさん60過ぎてずっと居候4畳半はきつい。まあさりとってあのエレベーターなし5階はまあ75までは頑張ればいけるかもしれないけどちょっとそれから先はちょっとねかちょっとまあその時はあの頂きじじい竜也みたいな感じでなんかこう別企画を、まあ、YouTube やってないと思うけど何 <laughs> か考えましょうはい。私はまあ,あ、まあ、ほんまさんがね あのすごく頑張っていらっしゃると思ったんで何か人生にボーナスがあってもいいんじゃないかと思って、えー、解消なしで申し訳ないんですけども680万のエレベーターなし947年でございますが、えー、みんなでちょっとお祝いしたいなという企画でございますなわけで今日もダックしちゃジャはい今日もありがとうございます電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。